エリーザベト・フォン・ベーメン、または、エリーザベト・フォン・ルクセンブルクは、神聖ローマ皇帝兼ボヘミア王カール4世と3番目の、非アンナ・シフィドニツカの娘。父方の祖母エリシカプシェミス・ロブナにちなんで名付けられた。同母帝に、ローマ王兼ボヘミア王、ベンツェル、異母帝に、ローマ皇帝兼ボヘミア王兼ハンガリー王ジギスムント、がいる。1366年、8歳で、 オーストリア校、アルブレヒト3世と結婚した。なお、アルブレヒト3世の兄ルドルフ4世が、エリーザベトのイボアネカタリーナと結婚していた。エリーザベトは1373年に15歳で、創生し、子供を残さなかった。アルブレヒト3世は、その後、ニュルンベルク城白フリードリヒ5世の娘ベアトリクスと結婚して、カズオ・アルブレヒト4世を設けた。 その息子アルブレヒトモセイは、エリーザベトの死後に生まれた同盟の名と結婚し、ギフジギスムンとの後継者となった。また、同盟のもう一人の名は、ルクセンブルクや最後のルクセンブルク領主となった、エリーザベト・フォンベイメン。ありがとうございます。